ファンチャイズ版タイガーファンディング新しい未来をつかみ取れキャッチ・ザ・フランチャイズではどうぞ今宵も全国展開の野望を抱く志願者がフランチャイズの猛者たちへと食らいつく。 まずはご経歴をどうぞ阿久津優と申します、えー、年齢は39歳、えー、住まいは東京都です、えー、最終学歴は、えー、高等学校卒業、えー、現在株式会社ト u ー代表取締役を務めております次に今回の FC チャンネルに求めるサポート内容を教えてください、はいえー、焼き鳥全品39円の居酒屋焼き鳥さんの店舗展開のお手伝いをお願いいたしますあなたが思い描く未来の姿は低価格帯の大衆酒場を店舗展開し 皆様のの生活の一部にななれるような居酒屋を目指しますでは、オールアナウン新しい未来を掴み取れ、それでは簡単に経歴を教えてください。学生の時から飲食業で働くことが多く、働いているうちに、自分でお店を持ちたい、自分でお店を経営したいという気持ちになり、新聞配達をして、資金を貯めました。 新聞配達には積立金制度という制度がございまして、えー、複数年勤務すると積み立てた金額の、えー、が、えー、約23倍になって返ってくるという制度がございましてそちらの制度で、えー、資金を貯めてそれプラス日本政策金融高校の融資、えー、創業融資を受けまして29歳の時に、えー、東京都渋谷区に中華各帯の居酒屋を開業いたしました。 もともとは店舗展開をする計画でしたが、えー、なかなかうまくいかず1店舗も、えー、お店を増やすことができませんでした、まあ、その理由の一つとしては、まあ、中価格帯ということで、えー、ターゲット層を絞れていませんでした、まあ、今回、えー、こちら、えー、ここを大きく改善したのが、まあ、今回の、えー、焼き鳥全品39円の、えー、焼き鳥産休となります 今回のプランをまず簡単にお願いします。はい、えー、まあそのある通り、えー、焼き鳥全品39円の居酒屋の店舗展開で、えー、となります。えー、まあ、低コスト、えー、簡単調理、えー、低リスクと職人不要を売りに、えー、まあ、簡単なオペレーション。えー 飲食,店未経験飲食店未経験の方でも参入できるようなオペレーション作りをしております。まあ、本店もほとんどえ包丁を使わないメニューを作ったりだとかえドリンクメニューもえー簡単なメニューを作っております。な、え、のー、でまあこの人がいないとだめだとかまあそういうのがないのでえまあ誰でも任せられますのでえーオーナー業副業としてまあ管理していただくだけの運営が可能となっております。 とりあえずあの39円ということで39円の焼き鳥がどんな味なのかをまあね皆さんに食べていただくことから始めましょうか。はいはい、じゃあちょっとお願いできますか。 えっと順番にもう一回説明してくださいこちらからさえずりねぎまつくねとなりますはいさえずりねぎまつくねつくね僕はい、あのお酒がないと、ね、食べられないんですけど <laughs> まあこれうまい,いねで食っていいんですかね、はい、お,お店も行ったことあるんでねうん最高

いや美味しいですよはい特徴よねねぎまもあのつくねもちょっとちょっとずつ食べてください特徴くださいよ美味しいんですけどえっとふわふわしてますありがとうございます肉がはいつくねじゃなくて肉がいいんだよもういただきます うん、全然ふわふわしてないね。はい、うん、まあ、うん。あの。焼き鳥屋に行って、焼き鳥が出てきて、うん、まあ。こうだろう。っていう焼き鳥です。い。わゆるザ。焼き鳥です。はいはい、もうこれ以上。言えない。はい。三十九円、信じらんないですね。いただきます。いただきます。うん。うん。 美味しいですね、でも酒欲しくなりますね、確かにね酒、うん、村さん羨ましいこれいっぱい食べちゃいそうですねうん。うまいありがとうございますはい、じゃあ早さん、どうせ普通の焼き鳥なんでしょういただきますうん、美味しい十九円信じられないねアルコールで儲けようとしてますねはい <laughs> <ー> <laughs> なるほどね全然美味しいですよ普通に焼き鳥 うんうんおい、うん、しいありがとうございます39円は信じられない毎日焼き鳥パーティーできちゃいますねその値段だったらね岩井社長の分はないのあんまあ、好きじゃないいえいえあの、まあ、これ手つけてないですどうですかあいただきますよはいどうぞねまですねいただきますあ,あ柔らかい食べやすいですよね、うん まあ、本当だ想像以上に柔らかいうんえこれ皮ですかあこれはのさえずりと言いまして喉<ー>元へ、ね、えお、ーはい美味しい喉元,元驚愕三39円の焼き鳥で全国フランチャイズ展開を目指す志願者実食を経て虎たちから好評化を得る序盤戦から穏やかな空気で進むタイガーファンディング このペースを守りきれるかはいということで皆さんに食べていただきましたはい、まあ、あの感想をそれぞれに言っていただきましたけれどもあのここから始めていきましょうではどうぞいや39円って結構なんかやべえのくんじゃないかなと思ったら株式会社ハッピー商店社長斉藤智春マジック・ザ・ギャザリングポケモンカードゲーム専門店ハレルヤ創業年商は60億円超え 前日のプロカードゲーマー YouTuber トモハッピーが語る理念は商売をとことん楽しむホビー界のエヴァンジェリストは相手のライフを癒すのかあるいは強烈な一撃を叩き込むのかいや39円って結構なんかやべえのくんじゃないかなと思ったら。 普通にちゃんと美味しい焼き鳥ですねしかも今焼き台ってここで簡易なものでやってましたもんね、はい、お店だともっと焼きき台ととも違うんですよねきっとねっそうですね一応ガス台を使ってます誰でもできるっていうのがうちの売りなので例えばまあ炭とかを使ってしまうともうん、まあ誰でもできなくなってしまいますのでちょっと大きめのガス台を使ってます。うーん あじゃあ今の台とほとんど大きさ以外は変わんないっていう感じですかね。火力もちょっと変わるあ火力ももちろん変わります。なるほど、なるほど。なんかめっちゃあの、このオーナーレポートっていうのがすごい面白いんですけど、<laughs> 青森県弘前城東店のオーナーさんがあの、<laughs> 店はスタッフに任せて私はオーナー業に専念毎日14時から飲んでますって書いてあるこれこれはねめちゃめちゃおもろい人がでも青森でやられててでこの方なんかあれですかもう結構やられてるんですか店舗数はそうですねあのー、まあ焼き鳥産業の強みとしてあのー、まあ縛りというのが焼き鳥全品39円というとこだけなので例えば青森って ア森モの、えー、お店は、ウ、えーバーイーツとかで、まあ、ゴーストレストランとかあの組み合わせたり、えー、そういう,そう,いう、まあ、利益、えー、は自由ですね、利益を求めるのは自由です。ーはい、ラーメンもやってます、まあ、月々に30万から60万ぐらい利益が出るみたいなそうですね、オーナーがお店に立てば、まあ、40%前後は、えー、利益率は出ます。<laughs> でまあ、管理してオーナーがお店に立たないというのであればまあ20%から40%の利益率を出せますまあ都心じゃないところでやるべきビジネスって感じなんですよねきっとねこの家賃とかの本店亀井戸でしたよね、はい、江東区の亀戸亀戸横丁の中に入ってる店で亀、はいはい、戸本店5.5坪帽ちっちゃっ亀戸横丁ってたくさんこう入ってるところの中,中に入ってるねええ<ー>あ本当はあのスモールスタートアップができるっていうのも、まあ、うちの強みで。 あります。まあ一年半前からフランチャイズの募集を開始しまして、フランチャイズ加盟がまあだいたい二千万三千万四千万っていうのがまあ普通の中、まあ弊社はまあ五百万前後で、えー、開業ができるというところが強みです、ね。じゃ初期投資だいたい五百万円ぐらいですか。はい、五百万前後で。標準的なペースだと一年間でいくらぐらい儲かるんですか。一年間ですか。一年間で、えー、まあ店店舗その家賃とかにもよりますけど、はい。そうですね。ええ五十。 いただいてる資料だと700万円ぐらい儲かるみたいな、ね、あそうですね、はい、そんな感じ、はい、もう500万円でね1年間で700万儲かればいいですよねそ,す、はい、それはあのオーナーがお店に立たないあの表なのではい。と雇って、はい、ってことですよね雇ってです、はい、じゃあオーナー自身が店舗立っちゃったらもっと儲かっちゃうってことはいその通りですすごいねまあしかし振り切ってはいますよねやっぱ39円ででもメニューもまあよく見ていただいたら、はい、まあ 誰でもでもきるメニュー作りしてます、うん、こ,こんな感じだろうなっていうのはわかりますよねでもこれちょっと驚きましたけどこれ食材の仕入れが原価がこれは安いでしょ安いです、はい、だって200万、うん、じゃ2000万の売り上げで213万10本 <laughs> <laughs> <ゅ>ぐらいじゃないですかーなのこれ何かあるんですかもちろん鳥だから安いって分かるんですけどそれでも安すぎませんかっていうことああでもあれかプラス飲料だからあそうですねでも 全体の原価3分の 1, う3分の1まあ30%パーを目指してますはいうーん30%パーはいまあそこはだから飲食としては普通なんですよね30%パーを目指すでもこの値段で30%パーだから <laughs> すごいですねもう本当見せ方なんですけどその焼き鳥がもう本当と広告としてあのでも広告費を、まあ、創業今5年目なんですけど1円もかけたことがないですうん牛丼屋におけるベーシックな牛丼みたいなポジションですよね安くくくうまく早くで、はい そこたな。ん分本当看板が広告なので、まあ、路面店である必要がありませんし、まあ、その2階3階でも,もうお客さんは入ってくると、はい、やっぱ焼き鳥39円っていうのはインパクトがあるんですねだってあの新時代ってねあのファッツさんがやってるところあれで鳥か、まあ、わいそうよねあれで50円でしょ1本ねそれと比べたってあれがむちゃくちゃだと言われてるのにでんぐし うんんね、ぶっちゃけ焼き鳥売れれば売れるほど赤字ですかも,もちろんあの、まあ、ほぼ原価なので、まあ、それも広告費として <laughs> 見てますのでじゃあ原価なんですね、はい、じゃ全部焼き鳥頼まれて12、はい、杯飲んで帰られるとピンチ、はい、なんですけどまあ本当バランスですよねその1日100名お客さんが来られてもうそういう方が多分もう1割2割型なので。 ほとんどの方はもう飲まない。そんなお客さんはめったにいないそういう人もねあそこいい店だって言って宣伝してくれるかもしれないですねう,、はい、う,うん、そういう人の方が満足度高いだろうから <laughs> みんな行こうぜってすぐ SNS に載せてくれますね、はい、これだけやって1200円だったみたいなすごいね 焼き鳥人五本盛り合わせで百九十五円だもんねん。見たことないですね。<laughs> <laughs> ちゃんと三十九かける五なだけで、ね、そ,そ,そ,そこは安くなったよ、ね。<laughs> <laughs> むしろお皿洗うのが楽になってるっていうこっちのは。これって。フリーランスの方が志願者のいかなる野望もかぎ分ける。ストックさん株式会社代表株元勇気年商十億。 数千人のフリーランス集団を統括する若き野心家は今宵志願者へ手を差し伸べるのかあるいはどうもに喉元をかっきるのか誰でもできる戦略なんですかそれとも仕入れが特殊だからできる戦略なんですいや誰でもできるものだと思いますはい誰でもできるっておっしゃいましたけどできないかもしれないですよそのこれはいい意味でですよそのこういうい じゃあ焼き鳥39円で他のメニューも頼むからいけるんじゃんと思って他の人がパクってやっても意外と何かの絶妙なバランスがあって他の人がある程度頼んでこう売れてこのメニューなのか何なのか分かんないですけどみんなパクってみんなこ,うやこの高収益率が出るかっていったら実は分かんないかもなって僕は思うんですけどね。そそこ研修でいいろろの あの外,じゃ外からしか見えないことじゃなくてまあその中身をあの、まあ、教えていくというところで実はフランチャイズとしてそこが強みなんじゃないかなとは思うんですよ、はい、だけどそこを褒めてるそうそう褒めてる、はい、褒めてるだからほかでもかぶじゃかもさんが「誰でもできるんじゃないの?」っつったら「誰でもできます」っていうのは意外とできないんじゃないかなっていうやパクってみてやってみたらみんな焼き鳥頼んじゃったとか。 あると思うんだよね。なあ、そうですね。このメニューのバランスも全絶妙だったりするかもしれないですよね。このメニューの中心にこの焼き鳥があることによって周りも頼んじゃおうかなっていうなんかそういう潜在意識に訴えかける何かがあるかもしれないでかです誰かがパクったらそのままうまくいくかもしれない。<laughs> 分からんない。じゃあ多分その三十九円だから行くというよりかは焼き鳥が三十九円でて出てることで。 そのリーズナブルなお店っていう印象が与えられてるっていうことで、で入ってそれの期待値のズレがないから流行るんでしょうね。これ一番のリスクは、はい、鶏肉が高騰して原価が上がってこの作戦が破綻することが一番リスクですよね。あるとしたら、はい、あのー、どうなんですか、ま、鶏肉って値、ね、上がったりしないんですか？はい あそこはあのー、もう過去今創業して5年なんですけど、まあ、一度も値上がりしたことはありませんああ今のとこそうななんだなんかその鳥のね餌とかもいろんな関係で値上がったりとかはねしてそうだし量が少なないいから大した影響ないんですか、ねまあ、まあ仮に高くなったとしても、えーまあ、ちょっと少し手間を加えたりだとか、まあ、ドリンク代だとかお年、まあ、と,とかでまあちょっと工夫 はまあ確かに必要かもしれませんそれは多分どの職業も多分一緒だと思うんですけどす、ね、どっかで長寿は合わせる焼き鳥一本三十九円っていうのはもうとことんこだわっていくし看板とかも変えたりする必要ないですね、はい、亀店さんはあともう一つあのー まあ5年で焼き鳥の業者さんにもちょっと確認したんですけど、まあ、特に鳥の数が減っているわけではないと例えばまあ値上がりしていくのであればまあコロナによるまあ労働者の減少だったりだとか、まあ、戦争によるまあ燃料のことでまあ高くなっていく可能性はあるかもしれないですけど、まあ、落ち着けばまあ鳥の数が減っているわけじゃないので、まあ、逆に今よりあの状況が良くなる可能性もあります、ねはい 今何店舗あるんでしたっけ今は、えー、焼き鳥三級8店舗ございますじゃあフランチャイズ店が7ついやフランチャイズが、えー、今5ですね5直営2直営が2ですが<で>すみません直営が3のえー、あそうです直営が 3, 3ですねはいフランチャイズ4の5ですフランチャイズ5、はい、その5件の調子はどうですか 調子ですかあの今のところ全部黒字であのー、はいゲす一番儲かってないところはどうですか月いくらぐらいですかまあプラマイゼロぐらいだと思います<あ><今>トントン。はいじゃあ一番いいところはどこの店舗でいくらぐらい儲かってますか、えー、家賃20万のところで、えー、180万前後売り上げると月利益いくらぐらい出るんですか、まあ、50前後ぐらいですねなるほど、はい、回転どのぐらいですか回転して 回転あ回転数ですか回、はい、回転数はあ回転数数じゃなくてあのいつ回転してどのらいっ3か月3か月ねなるほどけどね一番調子のいい店舗で月50万だとねこのシミュレーション年間700万儲かってるよって書いてあるからねちょっと嘘つきだね虎たちの質問に言葉を詰まらせながらも丁寧に回答を続ける志願者39円衝撃の焼き鳥で挑むタイガーファンディング 後半戦議論はさらななるる熱をを帯びて加速すす物語の行方を見逃すな本部が何かをしてあげるっていうのがまずそもそもちょっと間違っててロイヤリティが2万9800円っていうなんかちょっと居酒屋をなんか <laughs> これは本部は儲かりませんよ <laughs> 普通に考えてこれはもうかんないっす